後は見据えてたんで、あくまで今いいだったらどうするかっていう視点でやってたんですよ。なるほどなるほど。落ちたら宅ローカ働く、はい、だから受かるしかないっていう、まあ部活勉強恋愛、まあ、精神はしてたけど高3 結構充実した。皆さんこんにちは、ポラリスアカデミアの石村です。こんにちは、ポラリスアカデミアの太田です。はい、さて、今回は E 判定から京大に合格した高校3年間の過ごし方ということで、はい、受験生版タイガーファンディングに出演しましたうちの、社長吉村さん、なんと E 判定から京大に合格したという経歴をお持ちのようで、はい、で今回はですね、そんな吉村さんに、当時の高校生活を振り返りながら3年間どんな生活を、していたか、1年生、2年生、3年生とこう順番に、はいはい、聞いていこうと思うんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、まずは1年生の頃、どんな生活してました？はい、16歳とかか。16歳ですよ。中学までずっと公立で、まあ、中学までの時は、はい、正直まあ勉強楽やったんですよ。なんかちょっと勉強したら学年1位みたいな感じで。なるほど。まあ調子乗ってたじゃないんですけど、高校大学ってこれ勉強できるんじゃないかみたいな。なるほど。ラッキー俺の頭脳みたいになってて、高校その天王寺高校っていう、偏差値75とかの公立高校。そうですね、かなり有名ですもんね。そう、行って、2つ学科があって、まあ前期で受かる、賢い子たちが行くのが文理学科。はい、で、後期で文理落ちた人たちが行くのが普通科で、一応文理学科にも受かってたんですよ。お高校入りますと。はいはいはい、で、最初のまあテストとかで、はい、大体な50番目ぐらいやって、60、60人ぐらいですか ?65 か。360人中65位。あ、じゃあ、かなり上位ですよね。まあ上の方なんやけど、はい、まあ、上に60何人もいるんだ。確かに、今まで一番でした。そう、衝撃だったんですね。そう、衝撃になり、はい、やっぱり高校に入ってそれこそ1年生の時に、はい、まあでも勉強でつまずくなんてないだろうみたいな、はい、当時幼いですから思ってたんですけど、はい、数学も難しいし、高校数学いきなり言ってることは分かるけど問題のレベル高くないみたいな、特に確率とか。ああ、なるほど、確率は難しいですね。そう、二次関数までついていけてたの。あ、じゃあ 2B の範囲とかになると、ああ、もうなかなか、そう、ベクトルとか照明や発想想像が飛ばないとか、まあ、1年生の時に絞るとそこ数学の難しさと英語で知らない単語がある中で読むんだっていうことへの衝撃で、物理も概念が難しい、まあ、理系の人とか分かるんですけど、で科学も覚えること多いしみたいなんで、あ、高校の勉強を本気でやらないとやばいんだって。なるほど、洗礼を受けたんですね。そう、1年生で洗礼を受けて、かつ中学まで野球やってて高校でも野球部に入ったんですけど、なるほど、まあ、進学校の部活だしみたいな、はいはいはい、学校全体としてたくさん勉強に費やせる環境があるんだと思ってたんですけど、野球部は違ってて、はい、朝6時から朝練なんですよ。平日厳しいっすね。今でも覚えてるんですけど、校舎周りの掃除をして、はい、6時半ぐらいからバッティング練習なんですよ。なるほど。高級で打つんで、その放課後とかやったら危ないんですよね。っていうので朝バッティングやろうみたいな、はい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 、でマシンでバンっていってカキンって言うんで、うるさいからご近所さんのためにも掃除してからやろうみたいな感じで、なるほどなるほどなるほど、まあ、朝6時から朝練なんですよ、うんうん、今まで中学の時朝勉強してたんで、なるほどなるほど、ここで朝勉強できないで、放課後ももちろん練習があって、くたくたになって家帰って、でも課題があるから勉強しないといけないみたいな。課題は結構出る高校だと。出ます。進学校。なるほど、なるほど。読書ノートとかもあるし、なるほど。で、古文とか英語は予習しないといけないから、全部訳していかないといけないし。なるほど、なるほど。だから普段は朝6時から夜の6時までで一応学校生活が終わって、そこから帰ってご飯食べていろいろしてたらまあ8時ぐらい。でそこから8時から課題をやって、それも4時間ぐらいは確保してて、なるほど、12時ぐらいかな。なるほど。もうくたくたなんで布団に入って目開けたら朝なんですよ。合宿の時の感じ。あ、そうそうそう、合宿の時の寝たみたいな。はいはいはい、はい、しかも朝4時5時って薄暗いんで、ほんまに夜やと思うんですよ。確かに確かに。っていう、その本当に勉強面でも、うん、部活面でも洗礼を受けてた高校1年生。なるほど。だから大体平均4時間ぐらいはでも勉強してたって感じなんですかね、勉強時間でいうと。うん、うん、まあでもね、帰って素振りしたりとかもあるんで。ああ、その野球の方にも時間使う。あ、そうそうそう、マックス時間取れて平日4時間。なるほど。あ、で休日はもう1日練習とかなんで、はい、勉強時間増えないんですよ。なるほど。しかもほぼ試合が入ってるんで、はい、朝7時に集合してバスで和歌山とか岡山とか行って、なるほど。で、2、3試合して帰ってきたら、もう夜の10時とかなんですよ。うん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 、来てもらうときは試合終わったら練習が始まるんで、なるほど。結局その土日こそ野球をするっていう感じなので、勉強時間が土日は
8時間取れるとかでもない。なるほど、なるほど。野球はしたかったんですけど、はい、勉強も大丈夫かなみたいなのもあって、でもやっぱり今から思うともっと野球にも本気で熱中してた方が良かったなって思います。ただ、まあそれのバランスをどうって取っていいかわからない高校1年生の。なるほど。非常にハードな方法でしたね。はい。まあね、そこから1年経って、なんとなく部活の方にも慣れ、その学校のシステムの方にも慣れていった2年生。2年生。はい。どんな2年生でしたか？そう、2年生の始まる時にちょうど分離選択があって、はいはい。まあ2年の最初に理系のクラスに入って、はい。まあ数学、当時得意ではなかったけど、国語とか社会めっちゃやるよりかは、数学とか物理やりたいなってので理系に入ったんですけど、あ、ただまあ高2で結構、進路の話が活発になる。高1の頃に一応京大目指せる順位にはいるよって言われたんですよ。1年の時は60位ぐらいだったって話だったんですけど、そうそうそう、大体何位ぐらいにいたんですかね、2年生の時は。毎回定期テストとか校内もしかなんかごとに50ぐらいずつ上がってたんですよ。おお、上げてったのすごいですね、その生活で。そう、上げてって高2の最初は40後半とかかな。40代やったと思います、はいはいはい、でただ当時から数学がすごい苦手になって、うん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 、結構好きだった英語と物理で点数を取ってみたいな感じだったと思うんですよ。なるほど。教科ごとにもう得意苦手がはっきり分かれてた。あ、そう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 、はい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 、で周りの子たちともちょっと競い合いながら成績を上げていってたんですけど、うん、はい、まあ模試とかも増えてくるじゃないですか、高2。そうですね。で学校内では目指せる順位って言われてるんですけど、全部 E なんですよね。なるほど。模試では。そう、兄弟が振るわず。なるほど。多分マーチとか B とか A とかやったんですけど、はいはいはい、まあでかいじゃないですか、その差は。そうですね。いけんのかなこれって思いつつ、部活もちょっと一学年上がってるんで頑張らないと。そうですね。で2年生の時はね、まあ迷ってたじゃないですけど、どうしていこうかっていう時期でしたね。はい、一応テスト勉強も頑張るけど、野球も残り1年とかになってくるし、クラスもすんごい面白くないクラスやったね。クラスが面白くないってどういうことなんですかね。合わない人たちが多かった。クラス内で揉めたりもしてたし、クラス内での生活はあんま楽しくなくて。なるほど。野球 もずっと続けててしんどいじゃないですか。勉強もいやこれ大丈夫なのかなみたいな、うんうんうん、ほんとあんま語ることがないような。この動画で申し訳ないんですけど。あんまり。そう、なるほど。そうそうそう。すごいリアルでいいと思いますけどね。それで、京大を目指そうって思ったのは、高2からなんですかね。そう。あまあ、正確な進路として決めたのは高2で、高1の頃は後半ぐらいに、一大って言ってたら、担任の先生から、京大目指せるよって言われて、あ、じゃあまあ、目指しますか、みたいな。なるほど、なるほど。結構、だから今までこう流れでね、あ、そうそうそう。理系選択もそうですね、志望校選択も。それで、2年生は進路が決定したっていうのが決まった、決まった。はい。こっからですね。まだいい判定ですね、高2を終わって。あ、そうそうそう。あ、で、そう、高2の時に英語と物理は本当好きやったから、はい、英語は高2中に結構仕上げておいた。最後のセンタープレーみたいな。あの、3年生の人が受けたセンター試験の問題を、2年生も同じ意味で行くみたいな。はい、ありますね。とかやったら、まあ、英語は8割か9割か、まあ、その時点で取れてて、物理も結構定期テストやったら、1桁順位とか、5位とかなんか入ってて、その2つはまあ、付き合いしできるかな、みたいな。数学がどんどんズームじゃないですか。なるほど。200何十位とか。今の話聞いてると、英語とか物理とかはできるんで、E 判定を取ってるのか、僕もですし、視聴者の方も、いや、なんでって思ってると思うんですよね。国語が普通で、はい、英語はまあ、できて、数学ができないで、はい、まあ2年の模試って3教科が多いじゃないですか。はいはい、そうですね。数学はまあ本当に取れない。解き方が浮かばない。っていうので、全然いい。なるほど。国数 A で大体。あ、そうそうそう。判定されますもんね。なるほど、なるほど。ではまあその高2終えて、ついに高3に。高3。なりましたと。部活はまだ続けてるんですかね、この時点で。夏まであった、夏まであった。あ、まあ、部活引退までは最後の追い込みなんで、結構必死に部活やりつつ、もう数学の苦手克服なんてできないんで、現状維持のまま得意科目を磨きつつ、弱点も一応やるけど。勉強の内容としては、その進学校って大体高2で前半終えたりするところも多いと思うんですよ。あー、終わってはない。終わってはない。終わってはない。ってことは、高3の部活引退の夏までも、まあ、授業にこう、ついていったりとか、予習したりとか、そういうので、数学の苦手克服ができなかった。あ、そう、あの、積分も出てくるし、で、当時、僕の学年まで数学 C あったんですよ。今は大学で習う行列っていうのがあって、まあそことかもやりつつ、で、当時彼女いたんで、はい、
まあなんか彼女も兄弟志望でみたいな。はいはいはい。まあ部活勉強、恋愛、まあ青春はしてたけど、高3。まあ、じゃあ高3で花開くと。あ、そう、高3は結構充実した。なるほどなるほど。充実してた。なるほどなるほど。ただまあ部活終わるまではまあガッてやるんですけど、うん、どうも、まあ夏の兄弟実践、駿台さんがやってる兄弟実践を受けて、部活引退2週間ぐらい。まあいいですよ。まあ英語はそこそこできるんですよ。数学も無理やし、はい、みたいな。本当に数学が一回もできなくて。なるほど。2時間半の試験で、2時間20分余るぐらいの。あ、それは結構本当にできない。そう、本当にできない。多分今でなんとなく見てる人も分かった。本当にできない。本当にできないですね。できない。できない。校内模試も、360人受けて、普通に300位とか、はい、数学はそんなレベルで。英語だけ17位とかなの。なるほど。謎の。で、物理もなんか、2位、3位とかなったりで。すごいですね。数学できないのに物理できるってあります？分かれへんけど、あったよね。でもほんと、兄弟って数学できないと無理じゃない？無理なんで。ああ、なるほど、なるほど。まあ、特に理系ですもんね。そう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 。そうっていうので、まあほんと、部活終わってからは、でもスイッチの切り替えめっちゃ早くて、もう次の日から同じ時間に起きて勉強してた。練習の時と。まあ、結局それは続かなかったけど、でもそれぐらい十何時間の勉強量はいきなり確保した。で、数学を解く特に力入れつつ、科学もあんま覚えてないとこもあったし、はい、みたいな。で、国語はなんか兄弟のテストだと、まあ、半分取れるんよね、いつも。兄弟理系の人って、受かった人でもなんか2割3割とか、うん、すごい難しいんですよね、兄弟の国語って。あ、そうそうそう。非常に難しい問題ありますけど。ただ、まあ、なんで5割取れてるのかも自己分析わかんないから、とりあえず今のまま勉強やってコンテンツキープしよう。なるほど、なるほど。でもその時から、受験当日に各教科何点取って受かろうっていうのは決めてた。あ、それ結構大事ですね、うん、なかなか受験生その時期の受験生やってないと思います。そう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 、はい、決めて。でもどうしても数学を1個進化させないといけない、うん、数学って6問大問6つあってで3冠したらまあ OK みたいな。工学部は。あ、そうなんですね。で2冠やったらちょっと他の教科次第やなみたいな。なるほどなるほど。で1冠やったら絶望的に。なるほど。ゼロ冠論外みたいな状態で0冠やったんで、はい、なるほど。じゃあもう論外やったんですね。そう、数学論外やった。他でどんだけ頑張ろうとも兄弟の英語で満点なんて無理やし、理科も難しいし問題が多いし、なのでやっぱ数学なんとかしないといけないっていうので、夏とかもめちゃくちゃ勉強はして時間は取りつつ、はいはいはい、でもちろん英語とか物理得意教科にはしたかったんで、はい、まあ勉強したんですよ。そしたら一応定期テストとか校内模試とか、はい、まあ順位は一応上がっていって、マックス15位とか4位とかまで。それは何月ぐらいですか？何月やろうな。でも夏休み明け、引退した後で英語と物理が校内模試でも結果が現れて、なるほど、クラスでは1位みたいな。物理とか英語も2位とか。なるほどなるほど。ってなってくる。もう数学はなんか300位とかで、その時は。はいはいはい。ただそっから、まあちょっと数学力、まあ確かにやればやるほどついてはきて、はいはい。校内模試とか定期テストやったらそこそこ出れるようになりましたと。なるほど。夏休みも必死に勉強して、完全受験生モードになってて、はい、まあちょっと過去もやってみるわけですよ。はい。兄弟って25カ年、7カ年、当時どうやったか忘れたんですけど、それをやってると、あ、物理とか英語まあまあみたいな、戦えるぞ。戦えるレベルに。数学一切浮かばん。十何時間や、連続でやって、数学にフォーカスしても上がんないんですか？そう、解法が浮かばない。教団数学って1行バンとか、問題文が少なくて、最初の方針が立たない。あ、ヒントが少ないですもんね、東大は。全くできない。なるほど。で、冬の11月かな？秋って言われるけど、秋冬の教団実践でも、はい、いい。それはもう、やっぱり数学が、うん、いい。数学が0かなぐらいいい。本当きついよ、あれは。だって、夏から変わってないし。確かに。あの2、3ヶ月の努力はみたいな。やっぱり大学出て教える側になったらもっとこういうやり方あったなって思うんやけど、当時はまあそこまでうまくもできてないし。そうですね。でも、戦略立ててやってたから、毎回軌道修正はしてた。諦めてはなかった。なるほど。合格は見据えてたので、あくまで今いいだったらどうするかっていう視点でやってた。なるほど、なるほど。ただ、数学ができなさすぎるから、そうですね。当初思ってた英語と理科の伸びでは足りないと。もう国語はもう全く分かんなかったんで、伸ばし方が。なるほど。まあしかも安定しますもんね、点数。結構理系にしてはいい点数取れてたから、兄弟模試の偏差値でも国語だけ70人とかいらんみたいな一番高いんですよ、勉強一番高い。学校の模試やったらそんな良くないけど、兄弟模試でいいからずっと。なるほどなるほど。これでいこうみたいな。そうですよね、はいはい。ただし数学がっていうので、なんとかやっぱここを上げないと未来がない、うん、っていうのは11月12月とかで思ってきてて、はいはいはい、英語と理科も
限界があると。そうですね、問題が難しいから、そう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 、英語満点は取れないですもんね。そう、はい、だからまあ 1.7 割やなっていうので、数学にもっともっと本気でやってると、ふとセンター試験の過去問とかセンター試験の模試では勝手に点数が上がってきて、数学は。あ、そうなんですね。あ、京大の工学部ってセンターで数学、あ、そう、いらない、そう、いらないんですけど、そうそうそう、解いてたんですか。そう、数学と、はい、理科はもう受けてくださいね、でも0点ですよみたいな。あ、なるほどなるほどなるほど。で、国語が、200点を50点にして、はい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 、英語もリスニングリーで250点を50点かな、はいはいはい、にして、で、日本史は社会は100点をそのままっていう、うん、センター200点、で、個別試験が800点っていう。はい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 、ただ、まあ、学校、進学校なんで、結構もう自動的に模試を受けさされるとか、授業の演習とかもあって、はい、で、今まで7割とかやったセンター数学が急に満点とか、おー96点とか5点とか、あ、すごいですね。ミスなかったりするとっていうところに12月とかに来てて、で、一応センター試験は前段階の練習みたいな気持ちだったんですけど、一応まあ日本史は最後の最後まで詰めて、はい、で、試験を迎えるために年末年始もずっと勉強したんですけど、はい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 、でもちょっとそのセンター受ける前の年始ぐらいに、まあ、イラッとする出来事があって、はい、気になりますね。そう、母親が、まあ、ニュースでセンター試験まもなくみたいなの見ますと。で、あんた声関係ないよな、みたいな。何も知らんねんな、って言って、いつも勉強してた大阪一大の図書館にもちょっと怒りながら行ったりするんですけど。受験に関して全く知らない。もう知らない。親御さんだった、ね。そう、はい。知らないから頑張ってみた。めっちゃ応援はしてるけど、はいはいはい、知らないっていう、はいはいはい。で、センター前の1週間とかは、まあ、教壇の問題もやりつつも、やっぱり日本史をどんどん詰め込んで満点狙うつもりで行って、はい、で、当日迎えて、まあ、センター試験はそんな緊張もせず、うんうんうん、しかも1日目文系科目なんで、もう1日目で終わるんですよ、いるやつは、必要なやつは。あ、そうですね、国語と英語と、そう、社会、日本史。はい、そう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 。はいで、まあ、結果、だいたい日本史が90ぐらいで、はい、で、英語も8割、9割で、ここが難しくて、もう7割。まあ、順調に取れたかな。で、2日目の数学と理科はどっちも全部9割超えて、使わないけど、普通に取れて、あ、本番でもなんか97点とか6点とか、数学いけたんで、おおみたいな。まあ、関係はないんですけどね。はいはいはい、はい。で、その万歳システムとかの合格可能性判定の、はい、今でいう共通テストの後のリサーチみたいな。はい。やつでもまあ B でちょっと万歳してたんで。なるほど、順調ですね、ここまで。まあ、正しい個別試験の数学だ、はい、そうですね、まだ全然取れてないことに変わりないですよね。そう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 、はい、でもセンター試験1週間後ぐらいに過去問を通しで解いてた時に、はいはい、あれみたいな、三冠した。三冠っすか。間のロジックは分かんないですよ。一応自分なりに書いてて、答え合ってるし、導出のやり方も合ってる。この年簡単やったんかなって、別解いても、四冠になったりとか。おー、急に上がりましたね。そう。はいはいはい、で、その一気にナイーブやった12月までのと嘘のように、1月2月はすごい楽しく勉強して、はい。そうですね。だってセンターも順調。そう。数学解けるようになって。そう。怖いもんなしですね。そう、怖いもんなしで、先生たちが言った現役生はセンター後に伸びるって本当なんやと。言いますね。で、まあ迎える本番、25日、26日、2月がね。はい。1日目。国語と数学。で、二日目が英語理科。国語は、まあ、いけるだろうと。で、試験が始まって、まあ、全力でやりきって、まあ、いつもぐらいの手応えやったんですよ。はい、なるほど、なるほど。結果、得点開示見ると、いつも通りの点数、本当に半分取れてね。まあ、国語の時は OK だ。次がいよいよ数学やと。はい、数学ですね。生まれ変わった俺を見ろと。はいはいはい。いざ、ペラッてします、スタートみたいな。はい、もう自分の中で、まず、一個簡単に解ける問題を見つけて、そこから流れに乗ろうって。はい、それ言いますよね。はい、はいはい。そう。で、一個目は、これやって解きます、みたいな。はい。ちょっと計算難しいんか、方針間違ってるのか、答え出ないな、みたいな。で、次行きます、みたいな。次、あれ えみたいになって、五感の吉村どこに行ったんって。ほんまに頭真っ白になって。はいはいはい。一問しか解けないってことですか？多分、そう、結果の開示を見ると、はい、一貫の点数なかったぐらい、あったか、ほんとそれぐらい。はい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 。でもとにかく頭真っ白ですよ、はい、2時間半の試験で、はい、普通にもう2時間ぐらいずっとパニックになってるんで。なるほど、最初の30分は良かったもん。そう、結局2時間余らして。そう、はあ、面白いですね。あんなに数学戦って、結局本番無理だった。ゼロ感、あれはなぜか分かってないんですけど、多分、まあ、自分の実力がなかったのかな。なるほどなるほど。結構周りに変な人がおってっていうのはあったんですけど。あ、受験会場でとか、はい、桁履いた人とかいますね。プロ魔術師みたいな、ブラックマジシャンみたいな。なるほど。人が多くて、遊戯王のね。はいはい、わかりますよ。そう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 。動揺したもあるんですけど、まあ、数学が結論できなくて。なるほど。でですよ、
来たる2日目に英語と理科っていうまだ挽回できるんじゃないかっていう、あ、1日目と2日目の間でも戦意喪失はなかったんですね。うん、戦意喪失はなくて、もうその僕自身が京大の前期しか受けられなかったんですよね。私立も行けないし、はいはいはい、滑り止め受ける意味もないし、で第二志望も神戸大の後期とかあったんですけど行きたいわけじゃないと、落ちたら宅浪か働く、はい、だから受かるしかないっていう、なかなかないですね、その京大オア働く、あ、そう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 、ね、天王寺高校卒で働いてるってなかなかないですね珍しいんで、はいはいはい、そういった状況だったんで諦めるって選択肢はなかったんですけど、絶望的状況、はい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 、で当時、まあすごい彼女と仲良かったんで、うん、連番で受けてたんですよ。で周りの受験生からしたら、はい、何あいつらって言ったと思うんですけど、ね、はい、2人して制服で受けてて、はい、でしかも同じ学科志望してたんですよ、はい、だから連番になるんですよね、はい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 、で、やってたんですけど、数学終わって、はい、1日目終わったみたいな、うん、みんななんか言ってるんですよ、うん、あみたいな、やばいなと思いながら、まあそうですよね、で後ろ向いて、はい、で どうやった聞きますよね、いきなり難しかったかもしれないですよね、そう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 、数学が、はい、あんま感情出さずに、うん、どうだったみたいな感じで聞いたら、はい、まあ3巻か4巻かみたいな、そこはすんごい、まあ、ぐさってきて、あ、試験中は、今年の数学やばいほど難しいんや、これは、みたいな。はいはいはい。と思って後ろ見たら、もう、普通なんや。まあ、今回普通やったけど、できなかったんだ、自分はっていうのを認めて、はい、次の日、英語、うん。で、そこは、気持ち落ち込むことなくやれて、普通にいつも通りできたんで、はい、英語と理科もどっちも7割ぐらいはあったんですよ。うん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 、っていうので、まあ、トータル点ギリギリ受かった。なるほど。国語と英語と理科が他の受験生よりできてたんで、数学のもうやばい点数も挽回できたっていうのはあります。その合格最低点と比べて、あ、そう、もうね。ギリギリってやるんですか？ギリギリ。581点とかかな、そんな感じの合格最低点で、大体1000分の6割やったら、まあいけんじゃないかって言われたのが教育工学部で、はいはいはい、僕6割なかったんですよ。はいはい、587とか、そんなもん。なるほど。合格点プラス5、6点でギリギリすり込んだっていう。なるほど。京大工学部行く人って、国語ゼロでも受かったりするんですよ。うん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 。だから、トータルで640ぐらいを他の教科で取れてたら、国語ゼロでも受かるんですよ。だからみんなそう言ってたんですけど、僕は国語に助けられたし。なるほど。英語理科に助けられたんで、数学本番で起きたアクシデントはちょっと意味わかんないですけど、まあ結果なんとか受かって。なるほど。よかったなっていうのが、はい。僕の3年間の、はい、受験体験でした。ありがとうございます。まあ3年間って言ってもそのほぼ数学をどうするかというか、そう、数学との格闘の日っていう感じでした。見てる人もきっとこの科目でさえなんとかできればっていうのは絶対あると思ってるんで。なるほどなるほど、苦手科目、うん、じゃあその3年間を今振り返ってみて、今じゃあ実際あの受験目指してる高1、高2生ですかね、メインは、はい、に対してアドバイス、これはやっとけよとかあればお願いします。まあまず僕の経験から言うと、はい、苦手科目があろうとも高1高2で私立受ける人はまあ1科目、高公立志望の人は2科目は得意科目っていうか、みんなよりも先に進んでる仕上がってる科目を作っとかないといけない。それがないなら苦手を作っちゃいけない。高2の終わりの段階で共通テストとかでそこそこの点数を取れるとか、はい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 、っていう状態にしといて、残り1年あれば余裕だってしとかないと苦手にガッていけないんで、それがないなと思うなら今の段階で苦手を死ぬほど克服する。なるほど。まあ得意教科を作っておいた方が苦手科目に対する心持ちは少し楽になると。だけどそれがない場合はもう全部こう平均的に上げて、それどっちかで行くっていうのを早めに自分で決めるっていうのがいいかもしれないですね。そうですね。まあ、医学部志望の人はもう完全に苦手なくさないとダメなんで、そうですね、全部入れる、全部やらないといけないんですけど、はい、なるほど。あとはまあ部活はやってた方がいいかなっていうのは個人的には。ほうほうほう、それの理由はやっぱりね、16、7、8歳の人たちが部活なしで毎日放課後時間あったとしても、はい、なかなか勉強ばっかりできるってないと思うんですよね。うん、なるほど、確かに。学校でも勉強、終わっても勉強ってなるのがあれなんで、やっぱり部活とか一生懸命やって、そっちもそっちで学べることもめちゃくちゃあるんで、はい、社会勉強にもなりますし、本気でやるっていうことを部活で学べると勉強にも本気になれるのと、限られた時間内で勉強した方が絶対あの集中力っていうのは増すんで、はい、そこも含めてやっぱりまあ僕は僕の高校3年間をすごい肯定してるんで、それをおすすめするっていうことになります。素晴らしいですね、はい、
ありがとうございます。僕聞いてて一個、吉村さんがなんで合格したかっていうのを、はい、一個その大事なポイントがあるなと思ってたんですけど、部活引退してからすぐ切り替えたり、はい、京大の1日目、数学が、うん、まあ、ゼロ感だった。ゼロ感だった。ゼロ感だったと。僕も京大で1日目があんまり良くなかったんで、あ、そうだよね、同じような経験があって、寝れなかったりしたんですけど、そこですぐ切り替えて、まあ、また明日、まあ、出れば分かるっていう、ね、その切り替えの力っていうのは、かなり、確かに合格の、まあ、大きな理由なのかなっていうのを聞いてて思いました。かもしれないですね、はい、あ、多分僕自身が塾に行けなかったとかお金的なところでね、そうなんですね、あったんで、もう自分で何とかして受かんないとと、うんうんうん、どう落ちたら高卒で働くとか苦労かみたいな、なるほど、私立もね受けても行こうかなかったんで、うんうんうん、なんでも目標を必達っていう気持ちが強かったのはすごいあるなと、うん、なるほど、思います。そこはあの吉村さんの真髄かなというか思いましたね。真髄、真髄、ありがとうございます、はいはい、というような感じですかね。そうですね、ありがとうございました。はい、今回の動画ではね、あの高校3年間はい振り返ってもらいました。ぜひ参考になればという形なので、まあ、皆さん真似できるところは真似してもらえたらと思います。はい、はい、で、またありがたいことにですね、現在2万6000人以上の方がポラリスアカデミアの公式 LINE 登録してくださってまして、その公式 LINE では、受験に関する無料相談をマンツーマンで行っていたりですとか、あとはおすすめの参考書とか勉強法とか英単語暗記法とかをまとめた PDF っていうのも配布してまして、合計9つの、豪華特典が無料で受け取れますので、概要欄もしくはコメント欄のリンクからご登録いただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。